サウンドポンプ勝負車、そしてこちら、こちらもトイコーさんのサウンドトレイン、はい、阪急9000系で遊んでみたいと思います。まあ今いろいろね、私たちはトイコーさんのおもちゃ、買ってたんですが、大きいショベルカーとかね、ニコほら、あったこ、そう、あったこ持ってたね。で、これすごい良さそうだったので、うん、消防車、買ってみました。この阪急のね、サウンドトレインも前に持ってたんですが、まだね、動画撮ってなかったので、一緒にね、遊びたいと思います。音がいっぱい出ます。おおおお、なんかもう遊んでるけどこれ本当にね、何よりサウンドがリアル。トイコーさんのおもちゃはすごいね。しかも遊んでてくれるの、これ開けてる間に。おお、取れた取れた。あ、待って待って、これなんかほら、これで外すよ。後ろが止まってました。取れた、取れました。カウントでサイレンの2、1は1、1をして、あ、プップ、1クラクションでした。じゃもう一回2をして、2はどれだ、そうだ、カン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 って音もしますね。じゃ次3押して、3番、そう、てたけど、3番うーです。じゃあ次4番押してみて。交差点に進入します。ご注意くださいだって。ねえ、曲がってね、交差点に入るんだって。このね、やっぱりほら、ここら辺のホースの感じとかさ、ものすごくリアルなんですよ。ねえ、ねえ、ポンプ消防車。ここなんだ。なんだろうね、これ。あ、ライトだよ。ここほら、ライト多分ね。ピカピカピカで向き変えられます。動きます。あ、ここも、ここはサイレンのスピーカーかな。ここもね、上下にね、動きますね、シルバーのところが。ここなんだ。ねえ、スピーカー、音が出るところ。119。品川ですね。1、2、3。1、2、3、4、ボタンね、4個ついてますね。てか、じゃあママちょっと阪急見てもいい？まずこれはね、ここ、上から見ると、ここに2箇所ね、このスライド式の、ものがあるんですが、そう、ドアがそれぞれ開閉できます。今奥側ね、やってます。こっち側、そしてこっち側も開閉できます。おお、じゃあチェック1番から押して。怖え、お待たせいたしました。本日は阪急電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。はい、2番。これ何の音？今の。ドア。ドア。そう、発車。ドアからの発車。それ4番だ。発車。発車。走行音だ。おお、じゃあ3番は3番。敵でした。うわぁ、大変だ。北欧の大きな火事になってる。うわぁ、大変だ。誰か消防車は到着を待とう。大丈夫かな、大丈夫かな、よく消防車来て。うーん、カン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 。
放水をします。ダメだ、火の勢いが強すぎて全然足りないよ。もっと大きい消防車があればいいんだけどな。出動。パパに。